はい、チャプター5か。早いな。こんなにホイホイ進んでいいのか。予期せぬ足止めを食らう、かつて野猿を止めたレガリーがないの。帝国に街道も封鎖され、ただ情報を待つことしかできずにいた。レガリア没収ですか？ レガリア没収か。そりゃ辛いな。まあ、あんなところに置いとけば没収されるでしょ、普通。帝国軍止まってるんだもん。入るときからね、入り口から。ずっと止まってんだもん。それは没収されますよね。おお、届つな。封鎖について、帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は、調印式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍は、オート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日まで、ラスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について、帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように、周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。代償もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。お、ワンちゃんですね。はい。何かを伝えに来たのか。ワンコ、どこへ？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 ん？ゲンティアナ。成績を背負いし王よ。雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは右傾を終え、紅葉の指輪とともにスイトにて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。はい、どうしようか。なんだろう、これでいいのかな。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにと、クリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。
なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を。天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよこれ、うん、はい。今日は何の用だい？じゃあちょっとこれとりあえず食事をしてみましょう。お兄さん方は変わりないかい？これ高いけど食ってくか、安く済ますか。糖度地味にうざいからこれを食っていきましょう。わかった、楽しみにしといてくれ。なかなかうまそうだ。ちょっと明るさのせいで美味しく見えない、ごめんなさい。はい、とりあえずこれで OK かな。じゃあ行きましょう。また顔を見せてくれ。いいっす。じゃあちょっと1日借りましょう。いや、2日にしておこう。よし、行くぞ。頼むな。はい、じゃあこれで雷神の元に向かいましょう。はい、とりあえずぽいところまで来たな。 OK OK、 これか。よいしょ。また頼むぞ。こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い。ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレ。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはケンティアナとゼネブラの。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかもな。はい、行きましょう。で、チョコボちゃんどこ？チョコボ、おいで。こっちまた1キロか。チョコボがいない。どこ行ったの？借りたのに意味ないじゃん。
カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした、また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてる。あれ、マジでチョコボどこ行ったの。んー、チョコボどこだ。まあ、いっか。あれ、チョコボマジでどこ。いないんだけど。ゲンティアナってさ、人なの。いや、24種は六神に近い存在だ。人間でいうカンナギみたいなもんだろ。向こうは人間と話ができる。ルナフレーナ様と似てる存在なのか。そうなんだとしか言えないな。え、マジでさ、あれチョコボって勝手に出てくんじゃないの。こっちでなんか呼び出すのかな。あ、あるじゃん。俺が勉強不足なだけだね。行きましょう。イリスの言ってたルナフレーナ様の話、本当だったんだね。場所や時期から考えると、王都を出てすぐ巨神のもとへ向かったのか。頭が上がらねえな、王子。早く追いつかねえと。でねえ、イリス？絵が見てねえのか。捕まってんじゃないの、もしかして。カンナギの受けは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている。ロクト大丈夫。なるほど。なんかもうアクトはそうだね、受けろってさ。まあ、そういうことだよね。力をもらえか。この赤いの何。刑事を受け、独身の力を身に宿す。それは成績に選ばれし王の使命。またか、なんだって。クリスタルに選ばれてんだから頑張れって。よし、これで2つ目ですね。ノクティス、東の洞窟ポッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ、次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。じゃあチョコボ読みましょう。前に帝国いますが、僕はガン無視します。頼むな。どういくかな、これ。いっけー、おらー。邪魔だぞ。仕方ねえな。よしよし、うまいこといけた。なんかさっきさ、この上らへんにさ、すごいでかいやつ飛んでたよね。次1キロ先って書いてあるんですけど、もうこのタイミングで一回休憩を取りたいなって思います。休憩っていうか、見てミフル軍だよ。サンキュー。休憩っていうかあれっすね、一回どっかで宿を探したいと思います。で、次どこだ。
肝心の次の場所がここか。なるほど。なんで さっきのこれだね。ここに行くには上がっていける道が多分ありそうだから、まあとりあえずここら辺で曲がっておこうか。で今日はここで一回休憩をして、休憩でか過ごしましょう。ここでじゃあ休もうぜ。よっと、で洞窟にまた行けって話なんで、アイテム確保しておきましょう。さすがに先に、ありがとうございました。まあ金ないんでこのままで行きましょう。じゃあ一旦ここで休憩、いや話を聞きましょう。よし、じゃあ行きますか。洞窟やらに一度ここでセーブしておきましょう。あ、もう今回だけでチャプター2つ進んでるのね。はあ、あれチョコボ呼べない？チョコボちゃん、ご主人様が呼んでますよ。はい、どうも、こんにちは。おはよう。じゃあどういうルートで行きましょうか。ここもまっすぐ行くのがベストかな。あ、ここで休むのもありだったな。ね。はい、行きます。こっちか。走れー。そろそろ行くか。エイガさん、もう行くぞ。すぐ行く。で、ここになんかあるな。また頼むぞ。はい、また頼むぞ。ということでよろしく。あ、チョコボは飛び越えられるんだ。いいね。よっ。よっ。お前も来いよ。いやー、車没収されたらどうなるかと思ったけど、チョコボのクエストこなしといて正解だったな。よっよっ。さすがにこんな朝っぱらから帝国軍はいないのかな。来そうなもんだけど、あの車多分あれでね、さっきの修理キットとやらないと。今度は水神か。おそらくルナ・フレーナ様もそう動いてくださってる。水神とも儀式あるんでしょ。心配だね。すごくさ、車に迷惑かけてるよねこれね。まあ許してくださいよね、まあ、許してくれてさ、ドライバーさんなら。お墓回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。歴代王の力も必要だろうからな。だが今は雷神を待たせているのも事実だ。それ一つずつこなしていこう。あー、めんど。はい、すいません、スルーします。あんなところにいるあいつらが悪いんだな。で、これどこから入っていけばいいんだろう。あ、この先にあるんだ。この先に、どうだろう、ここら辺かな、ここかな。じゃあここから入っていくのかな。うわ、いるのか。よっ。うわ、ちょ、マジか。いや、おーし、ナイスする。さて、どうしたのか。マップシフト。
あといない？大丈夫？音楽止まんないけど。あそこか。何してんだこいつは。あ、終わり？まだこいつ残ってるけど。バグかな。何もしてこないし。おし、終わり。なんだったんだ今の。いやもうちょっと。あ、何？なんだ。わけがわからないぞ。おっと。今のは近かったな。急いだ方が良さそうだ。急げー。一応セーブしておきましょう。はい、行きましょう。おい、あれ雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね、フォッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。よっしゃ行くか。またこんな怖いところ。この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないようだが。どうする？進んでみるか。進まないと始まらんでしょう。うわーい、怖い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 。いやすげえびっくりしたよ、素でびっくりしたよ。こういう怖いとこ嫌なんだよね。Me too。 何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけてよ。おいノクト、何かあるぞ。どこどこどこにいんだお前は。そこか。向こう行けばいいのかなこれ。と思ったけどそうでもないな。古代竜の墓。ははじゃない。墓じゃない。ははは。こっち進む感じか。そこ通れそうだぞ。行こう。行きましょう。行きましょう。なんか丸ボタンの感度弱いのか知らないけどさ、丸ボタン押しても反応しないんだよね。あの店員さんのところとかさ、お店ショップか、ショップのところとか。よいしょっと、なんとか通れるかも。マジでここで死骸に会いたくないんで、マジでサクサクっとクリアしていきたいなって思ってます。息苦しくなってきたよ。身が悪いな。油断するなよ。これ終わりか。うわ、うん、よかったよかった。まだこのレベルで対処できるな。こっちか。かがめば通れるか。頭を打つなよ。お、なんか明るいな。光が入ってんのか。そうか。あ、どうした？新しいレシピを思いついた。急すぎる。それは最近イグニスのテリオリック食べてないな。さてどうする。おっと急だな。後ろは任せろ。何何、すごい音してる。インプが多すぎるのこれ。今のところ大丈夫そうだ。なんだこれ。よいしょ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 。危ない。どうした。
当然。よいしょ。おうおうおう、なんだなんだ。よいしょ。よいしょ。じゃな。ガディオ。砕けちまいな。オッケー。はい、終わり。ふう。怖かった。じゃあこっちに進めばいいのかな、これ。そうだね、多分道順的に。まだ行くの？行くでしょう。こんなもんか。おお。まあまあまあ。この先がなんかすごい入り組んでる感じですね、マップ見る感じ。どうなってんだこれ。うおい、音でびっくりさせるのやめろ、マジでマジマジ、素で肩ビクってなるからやめて。マジ水着が返ってくるのやめてほしいな。こっちは行き止まりっぽいけど探索しておかないといけないよね、多分ね。と思ったけどそうでもないな。大丈夫だった。こっち行きましょう。こっちが正規のルートですね。なんかあるな。盗賊の心得って何？アイテムでアクセサリーっぽかったけど、回避時に消費される MP が少なくなる。あー、これは便利っすね。いやでもいいか。火はあるし、待って切るかな。怖いな、まったく。じゃあ進んでいきましょうか。氷のエレメントか、いいね。あとはこっち見て。行き止まりだな。うわ、さっきのなんかところに変なやついるんだね。そこ、通るそうだぞ。行こう。通りまーす。無理でしょ。無理でしょ、何かね。どうすんのこれ。そこ出てくんのかよ。お前、びっくりさせんねや、マジで。こっちか。毒がと思ったけどそうでもねえな。通るか。いやマジ、通ろうとする瞬間に出てくるのやめてほしいな。びっくりしたわ、いくらなんでも。ありかよそんなの、怖すぎるわ。
よっと。やだな、怖いな。ちょっと待って、あれ、なんか聞こえたな。うちの子、こっちはいけないな。あ、ブロットどうした。え、おい、返事しろ。クソ、こっちだ。何したの、プロンプト。こっちか。無事か。おい、返事しろ。もうやだ、ここやばいって。でかい蛇がいたんだよ。そいつに引きずり込まれたんだって。うわあ、くそ。ホックゴブリン、誰も来ないっすよ。うわっと、シフト、シフトしよう。まだいいか。はい、だ。いろいろ困惑してるんだけど、とりあえず自分にポーション使いましょう。あとは。仕切り直して。マインドフレアもいるの？よいしょ。あー、これいっぱい。いただく。よいしょ。調子いいじゃねえか。そうぜ。エグリス、シティ、仕切り直した。おりだ。で、ちょっと待ってね。プロンプト、あ、使えない？最大 HP を回復させたいんだけど、プロンプト使えない？これ。俺しか使えないのか。よいしょ。こっちに何かある。何勝手に話進めてんだよ。おい、え、どこにいんのみんな今。ちょっとさ、マジ何してんのこいつらは。使えばいいか。プロンプト。これだ。オッケー。これでひとまずオッケー。まあよくわかんなかったけど、ヘビがいるってことで警戒していこう。喋るヘビ。なるほど。いる。絶対いる。くそ。こっちでいいのこれ。落ち着け。です。どうも。
今更だけどさっきの俺のプロンプトへの向かい方すごい雑だった気がする。イレギュラーな感じだったよね。とか言ったらもう5時じゃないですか、やばいやばいやばい。走らないの？走って走って、何してんの？え、切り腰です。うおー、なんじゃこりゃ。こいつナーガ、ノクト、借りは自分で返せよ。お、なんだなんだなんだ、ナーガの子供？知らないな。は？何こいつ土地くれたこと言ってんだ。うわ無理、俺あれは無理。泣き言言うなよ。全力で倒しに行け。あれはやばいな。了解だ。沈んだか。今だ。グラニアはカエルにされた。はあ、なんだこれ。生きてるじゃん、グラディオ。カエルグラディオ生きてますよ。これ多分どっちにしろ戦闘だったろ。あ、当たった。オッケーオッケー、いい感じいい感じ。よっ、もう少しもう少し、オッケー。ふう、見てないって。一体なんだと。わかんねえ。子供がどうとか言ってたな。そっちには出会いませんように。石碑無理じゃろ。ありそう。ほら、気合い入れ直せ。ようやく見つかった。全力疾走。よかった。これが雷神の力。大暴れを想像してたけど。人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいさ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。お、石碑に宿る力が集まり雷神の証へと形を変えた。戻ります戻ります。はあ、あやっべえ。 あもうよ、え、朝になってるわ。よかった、焦る必要なかったわ。見て雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。お？情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ。シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。
たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。チュートリアルの練習モードにファントムソードの項目が追加されました。帝国軍との戦いに活用しましょう。ここのチュートリアルに入ってますよ、これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを帝国本部に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。取り返しに行くぞ。チョコボ来い。カモン。よろしく。行くぜ。ひと狩り行っとくか。勝手にやっててくれ。わしゃ知らん。2キロ、これまた遠いね。どこだ、ここか。道中あるのがわからないな。こっち回って行く感じかな。これ突っ切ってもいいんだけど、情報が少なすぎてな。またこのコルニックス、こういうカーテス視点まで行くか。はい、行きましょう。って思ったけど、一回ちょっとチョコボのところ行くか。貸してくれてるとこ、そこにあるみたいなんで。で、もう少しチョコボ借りておきましょう。よ、どこだ？ここら辺のはずなんだけど、あったあった。こっちか。今ってノクト、力を集めてるじゃん。集まったらさ、何すればいいの？王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃないか。ああ、それでいいと思う。まあとりあえずチョコボのここに。ありがとな。もう2日3日ぐらい追加しておくかな。このぐらい借りておこう。よし、行きましょう。いや、これ直進してった方が早いな。この山肌突っ切ってた方が早そうだぞ。ってことはどうなんだろうな。で、そうなるなら、そうだな、一応突っ切って、ここで一回セーブできない。乗ってるからか。セーブして、じゃあちょっと突っ切ってみるか。で、今回その手前でちょっと止まって終わりにしましょう。なんか今回他の回と比べて内容濃すぎない？確認確認。このまま、チョコボのこっちのこっち突っ切っていくか。よっ、行くぞ。結局なんだろう、カットしたら申し訳ないですけど、イリスとは結局連絡がまたつかないみたいで心配が募る感じでございます。ストーリーに関してのお話はそんな感じだったかな。要塞だな。さっき飛んできたやつ、ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。基地に近いストマキーのシルベでキャンプをしてください。イグニスが潜入のための作戦を提示します。どこだ。あ、まあこっちか。まあならいいか。じゃあそこでお休みにしましょうか。作戦の内容を聞いて、で今回終わりでいっかね。いいね、ちょうどいい、ちょうどいい。やってやるか。何がいるの。全くもって意味不明だったけど、何がいたの今の。よっと、ありがとうチョコボ。久々にイグニスの
すいませんね、クエスト、クエスト、クエスト。なんだろうこれ。朝まで待機でいいのかな。セーブしとくか一応。はい、セーブ完了。じゃあキャンプしましょう。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。はーい。さあ久々のイグニスクッキング、いろいろ思いつくも材料が足りないのか。見てる感じだとこれがいいかな。グラディオがこの串焼きが好きらしい。いいね、ギザールの野菜、これでいきましょう。あー食いたくなってくる。やめろやめろ、深夜に見るんじゃなかった。あーつら。はい、まあ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 、はい。白ボケが激しい。ここ敵だらけだったよな。ねえ、タイミングバッチリだぜ。俺かっこいいな。こっちの方がかっこよくない？これ何のシーン？あーチョコボすごいモフモフしてますね。はい、じゃあ作戦概要をですね教えていただけると嬉しいな。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。はあ、どうしましょう。行きますか。あ、もう2時間くらいやってんだ。あー、今やめるべきだったな。なんかね、さっきからね、やめの気が見つからないね。あ、面白いから止まらないな。システム面を前回ボロクソに言ったとはいえ面白いからな。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。アイスを出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。帝国基地では背後からシフトを当てると敵を一撃倒すことができます。シフトキルの表示が出たときは積極的に狙ってみましょう。やれ。
OK。 なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。で、どうするんだ。多分この明かりはまずいんだよな。え、なんか引っ張られるんだけど。なんだよ、サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。俺こっち行こうとしたのに勝手になんかキャラクター引っ張られたんだけど。おい。メタルギア。隠れてろ。魔導アーマーだ。できれば相手したくねえな。まずはレガリアだ。闇に紛れて進め。ああ。いや、なんかメタルゲとかやってるとさ、隠れて進めるでしょとかっていう部分あるよね、いっぱいね。こういうところからさ、下から入ってさ、ホイホイっていけそうなもんだけどね。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。あと一体どこだ。よくやった。この調子で行こう。いや、なんか今鍵のマークあったけど、あれ何。サーチライトが邪魔だな。こっちから行けるかな。なんかめっちゃ貼ってあるけど、これ言っちゃまずいやつだよね。いいの？堂々と言ってそんなに。あ、そういうことね。切るのね、これでね。あれが基地の動力源。魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。あれが後ろ向かないと難しいな。向かないあれ後ろ。向かないなら、シフトキルここからできんじゃないの。よっ。で、今よっよっよっ。これでいいか。作戦成功。やるねノクトン、さすが。こっちはさすがにまずいなと思ったけど、
通れるか。どこまで進めばいいんだこれ。サーチライトがめんどくさいんだが、あ、ここ解除できないのか。どう行くんだろう。とりあえずぐるっと回っとけばいいのかな。なんだろう。よっ、輝く金属。どう行けばいいんだろう。だ、結構堂々と言ってるけど見つからないもんだね。あるじゃん、レガリア。なんだ、あったのか。こんなとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ、そこに出てくる。だった損傷もなさそうだ。発信機とかついてんじゃないの。大丈夫。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。どうする。おお、どれだ。あ、違う、やりたいことが違う。こっからのとりあえず攻撃してっか。容赦はしない。オッケー。運び出すっつってもな、どうすんだこれ。まだだ、終わっていないぞ。マジか。あら、魔導タンク、どれ。肘を奪って魔導エネルギータンクを破壊しましょう。周囲の敵を爆破するまで大ダメージが与えられます。どれ。どれ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 、これか。ここのこと、もうよくわかんないよ。普通に戦うかも、特性。オーケーオーケー。よっ、よいしょ。なんだこれ。ああ、まあいいや。で、あとは何、どれ倒すの。おお、ちょっと待って、プロフト何してんの。なんでそんなことなってんですかね、一人だけ。これで終わりか。まだいるな。魔導装置および周辺兵器を破壊しよう。ノクト、魔導装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。オッケー。もう見つかってる。好きにやれ。
了解。でプロンプトを一回エリクサー使っておこう。よし。どう行くんだ向こうに。違うな、こっちじゃないな。よいしょ、こっち行けばいいのかな。解除解除。攻撃対象は施設全体だ。遺跡を混乱させて基地としての機能を低下させるんだ。魔導エンジン。間に合うかな。なんだなんだなんだあれ。何度かついてきたっぽいぞ。よっ。魔導アーマーを伊達じゃねえってか。ここまでだ。マジでやばいかも。諦めんなよお前ら。いや。やべやべ。よいしょ。こうか。ああ。よっ、これ操作してる場合じゃないな。よいしょ。無理やり行くか。なんだ今の。ポーションすごい無理やりだけどね。オッケー。王の危機に雷神カムーがラムーが手を貸そうとしています。巨大な六神の召喚して敵を一掃しましょう。はい、弱体化しました。周辺の敵を全て倒しましょう。何、そんなことできんの。あ、こっちか。待って、ラムーがうんぬんって何。こっち L2 押してるけど反応しないよ。え、反応しないんだけど。反応しないんですけど。とりあえずあれか、周辺の敵全部倒せた。確か OK 了解した。あ、なんか微妙。 L2 だから召喚できないんですって。なんすかこれ。オコだよオコ。召喚って言われたってね、召喚ができないんですけど、どうすればいいですかねこれ。なんだなんだなんだ、これか。おおおおおおお、すごい気まぐれじゃな、おうし。おおおおおおお、すごいな。はに、なに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 、生き残ってくれた魔導アーマー。倒してるわ。うわー、これ敵は活動を停止したようだな。レガリアのところに戻ろうぜ。レガリア燃えてんじゃないのこれ。大丈夫。
楽勝だったね。結果的にはしかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。いやマジさ、帝国基地を攻める作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。 何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか？それよりバトルトゥービクトリーはどうだ？まあそこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。雰囲気で言いたいだけか。あら、シフトで移動できないかな。やべ、迷った。いや、前さ、ちょっと今止めて申し訳ないけど、 L2 押せって言われて L2 押すじゃん。反応しないってマジ何なの。最初から雷神の人をポンって出てきてくれれば終わる話だったのに、どんだけ神様気まぐれなのさ。あ、こっちか。よっ。よっ。あ。よいしょ。よっ。あ、移動して。あ、ショートカット楽。いいや、このままで。あー、疲れた。いやはや。疲れた。ふぅ。あれ、久しぶりだ、ノクティス。グリーブス。雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。ここで死ぬなら、それが世界の運命だ。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている？軍を帰らせるってこと。てめえ、ふざけてんのか？次に会うのは海の向こう？うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ。それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。昨日ラスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を促しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ？前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に？知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とか。
はい、ちょっと一回止まる？ある？ちょっと待って、今これはあれか、またレスタルムに向かってんのかな。ん？レスタルムだよね。うん、レスタルムだよね。うん、はい、じゃあレスタルムこのまま行きましょうか。これからどうする？情報収集とかするか？ノクト次第だな。あ、セーブできる。はい、というわけで現在時刻3時4分。いやー疲れた。いや今回かなり収録撮ったな。これちょっと編集に時間かかるかもしれない。はい。はい、今回こんな感じで終わりたいと思います。内容濃すぎるな。急に神様出てきたな。最初巨神が出てきて、で雷神ラムーっていうのが出てきたんですね。そう、タイタンだ、最初のやつ。タイタンラムーですね。でなんか召喚だとか、ファントムソードのなんか変なやつとか、ファントムゲージ消費とかね、ちょっといろいろよくわからないですね、要素多すぎて。で、あと、さっきの召喚もね、ちょっとよくわかんないんだよね。何がわかんないかっていうと、あれだけ L2 ボタンを押してって言われて、L2 ボタンを押してんのに、誰も呼び出されないのが気になる。なんだろう、あの時、偶然長押しとかしてたから、長押ししなきゃいけなかったかな。でも L2 ボタンって書いてあったから、長押しって書いてないんだよな。うん、まあそこはいいや。あのね、できることがね増えすぎてなかなか飲み込みづらいですね。まあこれから使っていくだろうから覚えるでしょう、そのうち。はい、じゃあ今回はね、もう夜遅いんでこのぐらいにしたいと思います。ちょっとまた編集にちょっと長すぎて時間かかると思うので、実際アップロードされるのはもう少し先だと思いますが、申し訳ない。はい、それじゃあですね、今回はここまでにしたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。分割動画しないと思うんで、おそらく1時間から1時間半、1時間半それ以上の長さの動画になっていると思います。ね、ここまで、まあ、カットっていうか飛ばし飛ばしながらも見てくださった方、本当にありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。次回もよろしければご覧ください。それでは。